領域ルート930、アシスタントはこの人、宮島さくらです。ゲストは柳沢慎吾、ゲストは柳沢慎吾さん、ゲストは柳沢慎吾さんです。こんな感じの放送になると思います。放送は今日お昼1時から。矢沢がしみる45年間のメロディー、矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト、大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。土曜日、時刻は午後1時になりました。こんにちは、天野博之です。こんにちは、アシスタントの宮島さくらです。あっという間にね、10月最終日ということで、ハロウィン、ハッピーハロウィン、ね、今年はもう前半なかったみたいな感じになってますからね。もう実でね、まあでも本当に今年のこの10月っていうのは僕の、まあ50歳になりましてね、はい、頑張らなきゃいけないなと思ってた矢先の本当に神様がくれたプレゼントみたいな感じで、なんと矢沢永吉さんとですね、私ラジオさせていただきまして、もう先週、はい、そのド緊張したですね、もう私の初舞台の錦糸町池袋西武6階の初舞台より緊張したと思うんです緊張して客に毒づいてね、変な空気になっちゃったひどいね、ひどいし、竹内さんの影響を受けてお前たちなんかあれだろうなんて最低の素人がテレビ出てるから、ね、舞台に出てねやってるみたいな、その時の緊張感思い出すぐらいの緊張の中、すごい、矢沢さんがですね、もうね、はい、まあ初め会った瞬間に、今日は全てお任せしますからよろしく言ってた言ってた言ってた、オンエアで言ってた、ね、そんなもうお返ししたいぐらいだったから俺が任せないでと思って、いやもうね、声が裏返ってたでしょ、いやーどうもあの、ね、いつものでテンポがね全然なかった、全然テンポ悪かったよね前半すごい、じゃあじゃあじゃあ俺がね、こんなにこうやってすごい神様みたいな人に会うっていうのをドキドキする、今日はもう僕にとってはすごい記念日なんですけど、矢沢さんにとってもそういうのありますかって単純な質問したのに、それが回りくどすぎて矢沢さんが、ん？何？って全然伝わってなかった、あ、矢沢さんに、あ、そりゃあるよってビートルズの話してくれたからいいけどさ、俺も言いながら回りくどい言い方しちゃったなと思いながらやってた。でも最後はね、そうですよ、最後はもう止まらないハーハーですね、ハーハーハーあのね、笑い方、 A ちゃんの本気のもう2段階ある上がった時の笑い方をとね、あれ引き出せたことは非常に良かったです、ね、私あれを前もって天野さんに聞いてたじゃないですか、だから言ってたでしょ、もう、あ、天野さんが笑ってるのかと思ってハー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 、あれが出ると A ちゃんは乗ってると、だからスタッフの皆さんも喜んでくれて、素晴らしかったですよ、ずんのやすね、うん、あのやすは3回聞いたって、もう本当に止まらないって感じ、止まらない止まらないハーハーって言いながら、うん、正座して聞いちゃったっつって、いやだ、僕でも想像できる、71であんだけ動き回って、うん、そんでもうこんなコロナ禍の状況でも止まることなくね、自分から目標を定めてって、もうヤスなんか何の目標もないまま生きてるからさ、なことないよ、浮遊しちゃってるから、きっとなんか今日はハッサンだけ蹴られたところの話じゃないんじゃない、やっぱりだから3回聞いたのか、だからもういろんな世代の人にもう向けてのメッセージをね、これあれもう聞けないんだっけ、ラジコマ、あ、今日まで、今日まで聞ける、今日まで、だからもうこれ終わっても聞いていただきたい、ぜひとも、うん、素晴らしいメッセージくれております、いや、最高でした、宮地もね、聞いてくれてありがとうございました、そうですよ、もう本当に感動しちゃって、もう最後ちょっと笑いと涙でした、ね、だからね、その反動でね、今日のゲストは非常に楽なんですよ、あれちょっと待って、そうなの、いやいや、今日 A ちゃんの後はしんちゃんだってことでね、もうね、ただ、うん、僕にとっては、はい、その矢沢さんも影響を受けた人はもちろんなんだけど、うんうんうん、正直本当柳沢慎吾さん うん、ものすごい影響を受けてるんですよ僕、だからね、そんなに僕は面識ももちろんあるし、あの一緒に旅行も行ったことあるし、南原さんも共に3人でね、あのロケも行ったことあるし、何でもお話もされてんだけど、その時には照れくさくて言えてないんだけど、めちゃくちゃ影響を受けてる俺、そうなんですか、この柳沢慎吾さんいなかったら芸能界入ってないと思う、嘘、それぐらい影響を受けてる、立ち上がりましたよ、あのだから本人の前では言わないけど、ここで言ってよ、やめとく、あ、もうもう行っちゃう、もう来ちゃう、もう来ちゃう、もう来ちゃった、うわーこんにちは、しんちゃんが入ってきた、よろしく、緊張してるよお任せしますんで今日一つよろしくお願いします
いやいや、いつも任せないじゃない。いそれいつも全部自分でやるじゃない。それ、青の方、それ本当なの。本当ですよ。僕は飛んだカップルとか、ありました、その慎吾さんが出てるそのドラマを見て、だ、いや、なんとなくテレビには憧れがあって、うんうん、漫才とか漫才ブームも見てるわけ。でも漫才って相方もいるし、うんうん、どうやったらテレビとかすんで慎吾さんが見てるって楽しそうなのよ。そう、あの、とにかくテレビが、それで可愛い子といっぱい共演してさ、そうもうこんな楽しいところあんのかなっていうふうに見せてくれてたわけ。だから俺テレビのその最初、一番初め大学2年の時に役者のオーディションも受けてるんですよ、事務所の。だ、それはもう慎吾さんの影響なの。本当に？そう、そうですよ。石塚の石ちゃんもそうだったって。あ、そうですか。あの、飛んだカップル見てて、で、なんか憧れて、で、慎吾さん調べたら、ひまわりに入ってるって、恵比寿の。で、ひまわり入ったんだって。あ、もうそこまでの行動力、俺の中でも愛知県の岡田家だから。俺実家行かなかったもん、昔。そう。え？俺、小田原実家行ってない。そう、小田原の実家は、その後に、僕は小田原に住んだの、東京で行った時に。東京はすぐ行けなかったから、小田原に。小田原住んだ先に。小田原の八百屋だって、八百屋さんだったから。そう、実家はね。それを調べて俺行ったんですよ。行ったね、まだお知り合いになる前ですよ。全然まだ超ヤバい素人。すごいでしょ。俺の追っかけだよ。ねえ、それがだから気分は上々とかで、南原さんと、ね、慎吾さんのなんちゃんしんちゃんのね、この関係性があって、そこにも僕も南原さんの弟分みたいな感じで行かせていただいて、ねえ、旅行行って3人で旅行ったよね。旅行きました。いや、プライベートさ、プライベートでビデオ回して慎吾さんが自分で車で、俺目黒住んでて、あのな、どこに乗ったら、あ、もう来てください、来るの、車運転して、俺ジャガーで運転してたらさ、目黒警察の前でさ、カメラ持ってんの。急に目黒警察の前でアムロ乗っけて、なんちゃんち行って、それで行ったのね、マネージャーの行って、とりあえず腹減ったから飯食おうって食ったら、やたらテンション高いのよ。あの車内でも、いやーってカメラ回ってるんですよ、ずっと。仕事じゃないんだよ、オフだよ。いやー、最高だって。で、着きました。食レポもやって。で、ご飯食べましょうって、ご飯食っても、やたらテンション高い。さすがにカメラ回さねえだろと思ったら、で、この刺身はめちゃくちゃ美味いっすねって、パッて見たら、あの、沿岸のとこにカメラ置いてあるんだよ。カメラ回ってんのよ、据え置きで。その後温泉行ってずっとカメラ回してんのあれ爆笑だよね。あれだってプライベートでオンエアも使えるぐらい撮ったよ。撮った、これなんかはね、本当だ。使ったかもしれない、上場とかで。そう、プライベート旅みたいな。あれびっくりしたね。最高でしたよ。真鶴かなんかでね、ちょっと止まらないハーハーなんで、そろそろ。わかりました。じゃあまずはタイトルコールいきましょうか。それじゃあいきましょう。アマキルキルート930。どうぞどうぞ。矢沢駅さんの Yes My Love、 どうぞ。数えじゃないの、食わぞ。そう言い方、そうね、そう正解、ディープアマの正解。矢沢駅さんで Yes My Love というね、もう究極のバラードです。慎吾さん、僕ね、あの、A ちゃんに会えたんですよ、この間。知ってるよ、写真も撮ったでしょ。それで聞いてくれたんですよね。俺聞いたもん、だってねえ、アマのガッチガチ緊張だから。だから伝わった、汗びっちょびっちょ伝わった。俺もうなかなかあんな状態、久々になりましたね。え、慎吾さんは、俺だって慎吾さんのこと好きだから見てて、はい、A ちゃんの格好でテレビ出てた時あるんだよね。ああ、そうあれ慎吾さん、なんであれは。だから歌の番組で、生バンドでなんかバンドやってくれる人がいて、そこでみんなあの芸能人が登場して、あの優勝決定戦みたいなやつで、モノマネじゃないけど、そう特番で、あの2時間のスペシャルで、 A ちゃんの止まらない派の白のスーツ着て、ひげもこうつけて、ここにサスペンダーみたいなやってやって、それであの優勝しちゃったんですよ。だからめちゃくちゃファンだというのは知ってて、で、慎吾さんは会ったことはないのよ。うわー、俺が先やっちゃってる。俺ニアミスなの全部。だから世代的にはさ、俺より兄貴、俺の兄貴とかの世代だから、慎吾さんの方がハマってるはずなの。ハマってんの。ドンピシャだから。そう。だからガソリンさんみたいに、あ、慎吾さん、たった今矢沢さん来てましたよ。え、そういうの。嘘でしょって。今帰れました。ああ、痛かったよ。でかいよ。それが一回。それが1回、2回目焼肉屋さんのね、上でね、ロケやってた。焼肉屋さんの上でロケ。で、エレベーター帰ってから、あのスタッフの人がみんな1階にいて、慎吾
さ、今 A ちゃんが通りましたよ、 A ちゃん食べてましたよ、嘘ーって走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 って A ちゃんと思って立ってみたらもう姿なかった。わー2回目、はい、2回目、2回目、3回ある。3回目ないね、ないな。2回だよ、2回、2回さくらちゃん、分かる、俺の気に、いや、分かる、分かります、はい、分かります、もちろんすごく分かる、カチッときちゃうね、なんかね、そうですよね、だから先週ラジオ出てたんだ、だからすごいって、それがだって1対1でですよね、だってねえ、あの、やっぱり素敵な人でしょ、めちゃくちゃ低姿勢というか、もう、はい、本当に丁寧に接してくれて、うん、もう質問とかもちゃんと細かくあの答えてくれて、うん、誠実で、すごくかっこよかった。でコロナの時だったから握手がね、うん、ちょっとできなくてごめんねって言ってたんですけど、インタビュー全部終わったら、多分俺の気持ちを汲んでくれてか、うん、今日はありがとうございます、そうかっこいい、あの手洗わないよ、もう手洗った、結構洗いました。ダメだよ、洗いちゃん。アルコールとかやっちゃう。はい。写真撮っちゃう。山田博之、ルート13マル。ね、さくらちゃん。あるあるある。あるでしょ。うん、その時は何、慎吾さん、オンリーワンでやるの？俺、オンリーワンだった。すげえ。そうそう、すごい。相手なくていいの？あ、で俺収録中、爆睡しちゃった。寝ちゃった、寝ちゃった。3時間生放送。え、本当に寝ちゃったの？爆睡しちゃった。なんでですか？あの頃絶好調だった。疲れたんだろうな。全然なんですか？20代中学、中学校やな。面白いんだよ、この慎吾さんのさ、ちょっと若手の頃の天狗時代の話とさ、あとは上の人たちの前でちょっとしくじった話とかね、山のようにあるからね。山のようにやね。YouTube 見て、YouTube 見て。YouTube 見て、YouTube 見て。あ、仕事もやってるんですか、YouTube。いや、やってないんだけど。やってないんだけど。YouTube で上げてるってこと？誰かが上げてるから。誰か上げてるの？うわ、それもう自分でまとめてやってくださいよ、慎吾さん。いや、俺どうやって、え？見たいです。俺の？はい。俺の YouTube。あれでも大変なんですよ。1週間に4回くらい撮らないんじゃないでしょ？いやいや、別に自分のペースでいいんですよ。本当？いや、YouTube はいいんだけどね、俺でも向いてるかな。向いてるし、あの、保存しといてほしい、あのパトカーとか、ああいう高校野球とか全部。本当？見たい。見たい、見たい。いや、俺はね、もうそんな、ビアバウンドやってるから、今日はいいんじゃないのって言ったら、やっぱりね、見たいって言うけど、今日は本当やらなくていいですか？やんないよ、今日。何言ってんのよ。警察呼んでって。誰か、警察呼んで！あー。あー。緊急車が緊急車が、あー警視一番の警視庁、茶髪の女性が六本木のアマンドの前でなんと至急至急、PC 書き追い抜けて基礎事故独創特許の全部で警視の会一、なお、女性一名緊急搬送基礎事故独創特許の全部で警視の会一、もうさ、もう警察来た、もう喫煙しないから、それ用のなんかビニールの手作りで作る、いや、あの、あわるね、何あわる、これの方がね、音はいいから、そうですか、形、この音にたどり着いた、たどり着いた、これなんかさんまさんの番組で、あの、やったのよ、あの、なんかこう、あの、お菓子かなんかで、で、どれが音がいい、一番いいかっていう、そう、エクライのアキラくんが、あの、やりたいっつって。で、そのお菓子を用意して、全部やったら、結局これにたどり着いたの。この音がいいのよ。もうそれをいつも持ち歩いて。これ暴走路がいいの。暴走路とか。ブンブン。ブン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 。止まれ、気がするぞ。ブン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 。基礎地下3号さん。マルソー1205号検挙。基礎地下独創ソープの飛び出。ブン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 。すごい、微妙に進化してる。変えるんだ。アップグレード。すごい、手振ってる。すごい。ねえねえ、聞いてよ。はい。この番組の、ディレクター、ヨネちゃん。うん。俺の不安なんだって。いや、さっき。みんな、もう、だから、俺とだって同じぐらいだから。あ、じゃあ、どうしたいですか？ね、そうですよ。みんな受けてんですよ、それを。楽しみにね。だドラマもずっとね、見て、不揃いも全部そうって。いや、いいですよ。いや、でも知らなかったです。天野さんか、そんな、柳沢さん。いや、本当に、本当にそうです。だからもう、テレビが楽しいと思わせてくださって、そんで、もうそれきっかけでこういうの世界入りたいなと思って、それですぐに会えて、嬉しいじゃないですか。それでね、もう今はね、あの、腹いっぱいの感じで、うるせえなと思って。もうね、俺最近分かってるわって、あのね、そろそろ俺ちょっと口ずすんだ、そういう雰囲気さする。やっとさするようになった。60手前になってから、そろそろこの空気感何みたいな。プライベ
ベートもこれこのあのままでいらっしゃる。あ、大体ね、かんない。もうプライベートのがうるさいぐらいなんだもん。はい、俺もね、大概うるせえって言われるけど、はい、俺が唯一うるせえって言える人だと。だカメラ回ってる時もずっと喋ってんだもん。あ、落ち込んだ時はそれでどんなことで立ち直るかっていうの、落ち込むことってあるんですか。僕ね、うん、いやそれは人間だからありますよ。あるんですか。失敗したなとかうまくいかなかったクソ、ね、でも俺に誰も相談しない。誰も相談しない。誰も相談しない。聞いてくんないからでしょ。聞いてくんないから。うまいこと山の靴あげるよ。靴殴られると思うでしょ。うまいこと言うて靴あげるもんね。暴力的じゃない。優しい。で、なんか質問なんだけど、はい、質問落ち込んだ時にどうやって立ち直るかっていうの、はい、そう、人には相談しない。人には相談してよく寝る。あのね、やっぱりね、何言ってもダメなのよ、そういうのって。落ち込んじゃってるから自分で、ね、そう、自分でね、うん、落ち込んじゃってるから自分が、うん、で相談しても大した答え返ってこない。だからそういう時はね、はい、熱いお風呂入って一杯飲んで寝る。これですよ。で起きたらもうすっかり忘れてるのよ。 A ちゃんはもう落ち込んだら酒だっつってました。あ、本当。もう酒が全てを救ってくれたって近いんじゃないですか、やっぱり。寝ちゃう。だって寝たらもう次の日意外に平気なのよ。おー、引きずるの。なんでそんなちっちゃいことで悩んでんだろうみたいな。いや、口調がええちゃんになってる。いや、ほんとに。柳沢ならまだまだいけるよ。強い。自分のこと柳沢って呼んでましたっけ。いや、柳沢が柳沢。いや、ざわざわになってる。ざわなの。柳沢ならいけると思うわけ。横浜市朝からカツカレーさんです。はい。柳沢慎吾さんは、今日のお昼は何か食べましたか。あれ、朝食べました。まだ食べてないんですよ。朝ね。朝何で食べるんですか。あと今日5時半に食べたんですよ。5時半で、もう奥さんも起きてくれるんですか。起きました。あのご飯作ってくれて。いいですね。お米僕やりますよ。お米を研いで。はい、研いで。うん。お味噌汁作った。お魚と、煮物と。で、それをご夫婦で食べて。はい、食べて。うわ、いい。あ、奥さんはまた食べる。その早い時間。食べれない。ボキだけ。なんボキは出た。ボキだけ。トトルキジローさん。ありがとうございます。ボキは食べる。そうそう。そううん、ボキは食べるよ。さくらちゃん。うわぁ、ね。H2O をかけたい。H2O をかけたい。いいね、いいね。いいね。たかが恋などと言ってくれないよ。大事な話したい。大事な話していいですか、はい、大事な話。あの、柳澤慎吾さん、なんと、主演映画が現在。危うく宣伝的に。主演映画の話をちょっとしたいんですよ。危ねえ。主演映画。ちょっとお願いしますよ、これ。矢沢が染みる45年間のメロディー。矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。